今のショールームの定型文はどっちですか？こんにちはかな、多分こんにちはが多いから。というかびっくりマークがついてるのがだいたい定型文なんで、こんにちは。コバさん、クマ今年も好きだよ、クマありがとう。そんなに時間もないので、さささっとメイクをしていきます。明けおめありがとう。17連休なの？17連休すごいね。17連休って何するの？ちょっと待って、スポンジ。どうやったら17連休になるわけ？何が起こったら？そんな17連休とか生まれるわけ？有給使いまくり？17連休って何？
の仕事してたら17連休取れるんだ。知りたい。ね、ニキビできた。最悪。フルとかになっちゃうとね、それはもうしょうがないからね。休んでむしろって感じなのでね。何を仕事始めと捉えるかかな。私の場合配信になったらもう1月1日の0時00分に仕事始め迎えてる仕事納めと仕事始めを同時に迎えてる女。SNS も仕事だから、納めとか関係ないもう年末年始とか関係ない。でもなんか配信多分しないと、配信しないとっていうか、一日本当にじゃあ一日お仕事なくてレッスンとかもなくてみたいな、オフでみたいな。で別に配信もその好きな時なんていうの、毎日アイドルじゃないから好きにでいいってなったとしたら、なんか不安になりそう、怖い。なんか一日が始まって終わった気がしなそう。コロナの時にそれを体感したんですけど、まあ、あれはもしかしたらドボン期間だったっていうのもあるかもしれないけど、めちゃめちゃなんか不安、何もしてない時間が不安すぎて、そう怖かったです。むしろ配信もできない、ドボンもできない、SNS もできないってなってたから、あの当時もちろんその自分の体をね、一日でも早く治すのがそれは大事なので、なんて言うんだろう、療養期間ではあったんですけど、めっちゃ不安というか恐怖というか、えみたいな、
私何もしてないけどみたいな。気持ちでした。しかもそれがさ1週間ぐらい続いたわけじゃないですか。もうなんだろう、変になりそうだった、なんかコロナとは別の意味で変、なんかなんて言うんだろう、変な感じだった。それね、元気に、元気が一番。配信が生活の一部になってるというか、わかんない、ちょっとあんまよくわかんない。卒業したらショールームはどうするか、わかんない、考えてない、何も。1716、明日17174、ありがとうございます。何も考えてないです。卒業したらどうするかとか、卒業後に何をするかにもよると思いますよ。でもそれすら考えてないから、主婦やってるかもしれないわ。専業はちゃうと思いますね、絶対。無理そう、向いてなさそう、私に専業主婦は。洗
専業主婦は向いてなさそう。というか私は正直この10年アイドルしてきて思ったのが、本当になんて言うんだろう、なんか逃げ道がないと多分やっていけないなと思って、その意味では今ないんですけど、そう学生してた時は学生してた時はなんか学生してたとして何があっても、まあ私にはアイドルあるからいいやって思ってたんですよそう別にみたいな、明日仕事行けば明日仕事だしみたいな、そういう気持ちだったので、逆もしかり、まあ明日学校だしみたいな、でも、まあ、今もそうだけど、今はもうアイドル一本だからあれだけど、専業主婦ってことはそれがないわけじゃないですか。いや私が漫画とかドラマとかの読みすぎなのかもしれないですけど絶対に待って、間違えた、まだマスカラ早い、俺が外で仕事してんだからなんちゃらかんちゃらみたいでよく見るじゃないですかお前は家で張って家でのんびり過ごしてるだけだろみたいなちょっとやばい旦那。いや私のねそのアニメとか漫画とかの読みすぎなのかもしれないんですけど、まあ特アニメじゃないやドラマか、ドラマとかの見すぎなのかもしれないですけど、そういうのを見ちゃうと、絶対に無理と思って。しまいました。絶対に無理と思ってしまっています。人によると思いますよ、そりゃ。そのそれこそ私の友達が結婚したんですけど、その子の旦那さんは多分私が見る限りそんな方ではないと思うので、今私たちに、私とか友達に見せてる、私とその子に見せてる顔はそりゃ違うと思いますけど、さすがにそんな違うと思いますけど、でも絶対に無理、そんなやつ一発で別れるみたいな気持ちです、もしも。だから専業主婦は私は、いや全然専業主婦の方を反対してるわけじゃなくて、私だったら無理だなっていう話、
えばそのせっかくお家でお家綺麗に頑張って、いやなんか最近めっちゃそういう漫画を見るんですよ。そう多分一回見ちゃったからインスタでよく流れてくるんですけど、なんかそういう私スッキリ系なんか結果そのそういう旦那さんをなんて言うんだ論破してすっきりしましたみたいな漫画がめっちゃ好きで、女強しみたいな漫画多分めっちゃ好きで一回読んじゃったからめっちゃおすすめに流れてくるんですけど、なんかこんな人たちばっかりなんだ。いや違うと思いますよ、そのなんて言うんだろう、そんなこんな人たちばっかりだとはじゃないとは思いますけど、なんかこんな人たちばっかりなのかなって思っちゃいまして、やだなって思ってる次第でございます、はい、大丸東京でハルピョンの生写真ゲットしました。おめでとう。おめでとう、またちょっと今束作ってるから待ってね、超重要作業中、日に日に大丸の並びが厳しく、そうなんだ、なんかもっとさみんな仕事始まっていくからもっと楽になってくんなと思ってた、厳しくなってんだ逆に。そうどんどんみんなが仕事始まるから
逆に楽になるんだと思ってた。違うんだ。てかビューラーで上げてないから。タバカン作りづら。大丸諦めました。ほとんどメルカリ目的。え、どういうこと？メルカリ目的のために大丸って買おうとしてたってこと？売らないで。すごい堂々と公言されちゃった売らないでください。なんかなんだろう、あれですよね。なんか私自身もそのいろんな人に手渡ってほしいから制限つけるのはすごい賛成だけど、そうでもなんかさ、やっぱさ東京大丸東京でしかやってないからさ、こうそれこそさ今さこの新春の時期、新春の時期っていうかこう何帰省とかが多い時期だからさ、実家に帰っててその3日から9日ちょっと買いに行けないんですよみたいなファンの人もいるわけじゃないですか。だからそういう時にファンの人同士で手助けし合ってこうなんて言うんだろう、買ってくれたとかがさあるわけじゃん、きっとファンの方同士での買ってくれたというかお願い、その買い物代行みたいな、お願いしますみたいな仲いいファンの方同士で。だからなんかあんまりそういうのもあるからなんか制限つけちゃうとそれもできなくなっちゃうじゃん。だから正直制限つけるのにはその反対でもあるけど賛成でも、賛成でもあるけど反対でもあるかなって感じ。でもなんかそうやって売る人がいるなら絶対的に制限つけないといけないと思うし、てかその転売で買う人も買う人だと思うので買わないでください。皆さんはそう買う人がいるから売る人がいるわけであるあって、わかるんですよ。その東京住んでない民からするとさ、そりゃさ、朝5時とかに並び始めてるんでしょみんな。
そうだから朝5時とかに並び始めるってことは始発でも間に合わないから、始発で東京行っても間に合わないから、だったら前日から夜行ってホテル泊まるしかないじゃないですか。でってことはそのホテル代もかかるから、で移動費もかかるから、だったらそのネットでもしじゃ移動費とホテル代込み込みで5万だとします。高すぎ高すぎか。まあでも往復だって北陸新幹線往復でまあ3万弱でしょ、2万5千円ぐらいで、まあホテルめっちゃいいとこやんその人待って嘘、まあ3万だとします。だとした時にだったら3万よりその転売されてるやつが安かったらそっち買っちゃおうってそりゃさなる気持ちも分かんなくはないですよ。でもそれをされるとどんどん制限がついてしまう。で普通に頑張って買いに来た人たちが買いに来れなくなっちゃう。それが嫌なんだよ私は。そうだから、だからやめてって言ってやるの。分かんなくはないけどね、そうだよねって思うけどね。でもそれを実行するかしないかじゃない、運命のジャッジメント。タバ缶綺麗、ありがとう。あ、やばい、ここコンシーラーつけたのに広げるの忘れてた。そうでもこうやって置いとくことでニキビちゃんとかにはいいらしい。なんかその密着度がアップしてくれるんだって。だからコンシーラーでもちょっと置きすぎた、時間ちょっと密着しすぎてる逆にね、密着させすぎてる。こんにちは。それは言わない約束ハネピン逆は言わない約束やめて、分かってるんだからいや私もそのミフィをつけるときに思ったんです、あれこれ逆じゃね。でも付け替えるのめんどくさくて、めんどくさいが勝っちゃった。
ぴょん、このお洋服の色に合う、嬉しい。これってさ何なんだと思う？ブルベイエベ、一生ブルベイエベが分かんない。ブルベサマー、ブルベ夏。お前髪こんな長くないよ今。これ触覚。なんか多分私どっちもいけるタイプの口なんです。そう、きっと。いるじゃんそういう人って。私多分その人。でも似合わない色はありますよ、もちろん。でもなんか若干違和感あるなみたいな感じだけど、圧倒的にこの色似合わないよねみたいな色って私なくないですか？ある？黄色がしっくりこない黄色の衣装あったっけ。あ、ガソリンスタンドの店員。急にガソリンスタンドの店員とかやれて何って思うよね。チーム B のアイドルの夜明け公演の天国野郎の時の、なんだろう、何色、圧倒的に何色に合わないとかあるかな。うち本当になんかちょっと濃い、濃いめくすみ系赤とかは似合わないかも。うちでも別にそんな、緑、多分緑の種類にもよるんだよね。なんか私がそのめっちゃ好きなよく着てる、あのなんか 2,3 年前からよく着てる緑のブロックチェック風の、あのあるじゃないですか、ニットみたいなやつ。あれはめっちゃ可愛いなと思って買ったけど、そうよく着てる。でもなんか、あ、この色あんま似合わないんだなみたいな色はある、よく。でも別に圧倒的にキモみたいな色じゃないから似合って、そうワニぐらいの多分鮮やかな緑は割と似合うよね。でもこの色が似合うらしい私は。だからいっぱいこの色
これ着よう。また私さ、一回さ服をさこう選ぶとさ、それしか着なくなるんですよ。もう最近もさ、なんかファンの皆さん、あ、ファンの皆さんじゃない、ママにさ、あのファンの方からいただいたさ、青と白のニットチェックじゃない、ボーダーのニットあるじゃないですか。あれ着てたらもうさ、あれずっと着てたらさ、いつからローソンの店員になったのって言われるんです。そんなと思いながらも、あれめっちゃお気に入りでもあれは首元まであったかいから、そう、マフラー持ってかなくていいからお気に入りです。さて、ということで配信終わります。あ、これはヘアスプレーじゃなくて顔ミスト。また今日はドアップ写真撮るね、久しぶりに。リバースに乗っけます。待っててください。それでは夜はできたらします。それでは最後にランキング読みます。1位ひさがさん、2位こばさん、3位アシュラさん、4位くじのだいごさん、5位ギャローさん、6位 A ダッシュさん、7位鉄道ナイトさん、8位地上寺ひかるさん、9位トラックヤロアットゴリさん、10位 DBU ワイヤーさん、ワイヤーじゃない YA さん、11位マクミックさん、12位ともゆきさん、13位イバジュンさん、ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。お腹が空いたので何かをお腹に入れたいと思います。それではありがとう、おやすみ、おやすみじゃないや、またね。最後にキャッチフレーズしております。はい、次のようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで7293盛り上がりの皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、富山県出身春ぴょんこと橋本春奈でした。ありがとうございました。またね、バイバイ。